皆さんこんばんは。テラスハウスは見てますでしょうか。先ほど最新のテラスハウスを見ました。非常に面白いメンバーが入ってきましたね。新野俊之さん。確か年齢30歳かな。 面白いです。 何が面白いって爆速ですね。ああ、もう、入った瞬間にいろんなメンバーとアポってましたね。僕も、ニーノさんと同じような業界で、IT 系にいます。だからまあ今回の新しい、放送の時に、自分は元サイバーエージェントグループで勤めてたとおっしゃってました。僕も過去に、オプトという会社におりまして、インターネット広告代理店事業の会社としてはライバル会社です。まあ今じゃね、サイバーエージェントは広告代理店事業以外も、アベマ TV、アメブロといった事業展開をしてますから、まあライバルというか、また違う領域にも手を伸ばしてるね、会社さんですが、まあこういうキャラクターが入ってきたかと思って笑ってしまいました。僕も12年前に「あいのり」という番組出ましたから、なんか少なからずこの業界の人は分かってますし、ね、テレビに出るっていうのもなんとなく分かるので、なんか共感する部分は多々ありました。で、しかも彼が今やっている退職する方を支援するサービスを展開している EXIT という会社名は、僕が今所属している親会社も EXIT 株式会社という同じ名前だったので、ご縁を感じました。まあ彼の EXIT という会社は、スペルで言うと、EXIT ですが、うちの親会社は E ではなく I です。まあ読み方は一緒です。まあなので彼がいた元いた会社も同じ業界ですし、今の会社は、カタカナで読みでは一緒ですし、同じ恋愛バラエティ番組にも出演している共通の部分があるなと思って僕は応援しています。皆さんはブーブー文句言ってますけど、しかも経営者という部分は僕とも一緒ですね。経営者になったいきさつは彼と僕とでは全然違いますが、そこも共通かもしれないです。年齢は11個違うのかな。いやー、非常に面白いな。さあ、どうなるんでしょう。まあ、いつかお目にかかる時があったら嬉しいです。どうしても企業に属してる人間にとっては、特に経営者にとってはね、自社を PR するには、メディアに自分が登場することはいい宣伝にもなりますから、今回のテラスハウス出演もね、自社の PR になることが一番の目的じゃないかなと思います。まあそこに恋愛も絡めばなおさらいいと。まあ多分僕の予想だと、年齢も若いから、まあいろいろとハメ外すだろうなと思います。すいません、今喋りづらいのはマウスピースつけてるからです。いやー、それにしても初登場でかなり見ているゲストの方、芸能人の方にも突っ込まれてて、かわいそうだけど、その分目立ったんじゃないかな。オールオッケーじゃないでしょうか。またどっかでハメを外すでしょう。まあ今回も別にハメ外してるわけじゃないけどね。ただ優しさがいやらしく見えただけであって。ただね、飲んだ勢いで何かやらかす可能性があるでしょう。これからにまた注目です。新野俊之君、まあ3。
僕は応援しています。いつか会える日を楽しみにしています。では。